こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。はい。ということで今日は、まあ、韓国第3弾、はい、ということで今日はどの感じ？今日は、うん、みんなが多分、うん、見ていた愛の不時着の、うん、はい、主人公のソン・イェジンさんのメイクをちょっと研究しまして、うん、再現今日は、はい、なるほど、はい、の中でも、うん、まあ、全部するのは結構、まあ、ちょっと分けていきたいので大変やな、確かにな、はい、うん、今日はまず眉毛の方を紹介していきたいなと思います。はい、はい、まずはじめにお持ちのフェイスパウダーで眉毛の周りをサラサラにしていきます。まず眉毛にパウダーをしっかり叩いていきます。このイニスフリーのパウダーはすごい皮脂とかも飛ばしてくれる効果があるので、もう私は大好きでめちゃくちゃ使ってます。手で触った時にすごくサラサラになっていたら OK です。で次にこのスクリューブラシで、眉毛をブラッシングしていきます。本当に流れに沿って軽く立たせるっていうんですかね、眉毛を。これするだけで結構全然違ってくるので、私はもう先に絶対こういう風にブラッシングブラッシングっていうか整えます。流れに沿ってこんな感じです。アイブロウペンシルで、描いていきます。色味は、今日使うのは髪色にもよると思うんですけど、私は割とブラウン、あんまり明るすぎない感じでやっていきます。で韓国人の方見てるとすごいきっちり整えられた眉毛で、派手すぎない、明るすぎない、落ち着いた色をされてる方が多い印象があります。まず平行に描いていきたいので、眉毛のこの下の部分からしっかりラインを描いていきます。このあたりはそんなに濃くなくていいので、ちょっと薄めに描いて、ここはちょっとしっかりめに描いていきます。だいたい長さは口と目尻の延長線上ぐらいになるまで描けたら OK です。あんまり長すぎても良くないので、だいたいこのぐらい。はい、こんな感じです。次にこの上の部分のラインを引いていきます。結構この眉毛の生えてるジョリジョリジョリっていうところをなぞるイメージで描いていきます。はい、こんな感じです。ポイントとしては、だいたいこう置いたときにこうまっすぐになるように、こっちからここですね、ここが結構割と平行になるように描くのがポイントです。でちょっと今太くてもしっかり後でぼかすので、眉毛がない方もそんなに気にせずこのぐらいしっかり描いて大丈夫です。次にまたこのスクリューブラシで眉毛を軽くぼかしていきます。でぼかし方は、まずこの間がまだちょっと色がついてなくて、まず下から上にぼかします。下から上にぼかして、で次は上から下にぼかします。でなんとなくこう真ん中を埋めるイメージで上下に軽く整えて溶かしていきます。こんな感じです。次、眉毛に色をこうのせていくような感じで、真ん中の色でこう全体的に色をのせていきます。で、この付属のブラシのこの丸っこい方にしっかり色を取って、
眉毛の私は真ん中から色をのせていきます。で、眉頭の方は眉頭からこう色を入れてしまうと結構こっちが濃くなっちゃうので、真ん中から眉頭に向かってこっちにぼかすイメージだと綺麗にグラデーションになってくれるので、真ん中に置いてぼかす。綺麗にぼけてくれます。次に眉尻に細くなってる方のブラシに一番濃い色を取って、眉尻をこうラインをしっかり色をのせていきます。ここは一番色が濃くなるようにしていきます。はい、こんな感じです。で、最後にまたスクリューブラシで全体に色をこうなじませていきます。この時も流れてる方向、生えてる流れに沿ってブラッシングしていきます。で、最後に韓国人の眉毛の特徴として、この眉尻がこうぼやっとしてるよりかはこうシュッて最後綺麗に整ってる人の方が多いイメージなので、このブラシで上と下でこうシュッとこうラインを整えていきます。これするだけで結構ほんと垢抜けたような眉毛にもなるので、かなりおすすめです。こんな感じです。はい、ということで、久しぶりのメイク動画ですね。はい、楽しかったです。まあ、特徴的にはなんか、はい、結構その平行眉ってすごいちょっとこう可愛らしかったりとか、こう困ったようなこう眉毛のイメージがあって、なかなかちょっとこう大人女性とかってどうなんみたいな感じもあると思うんですけど、このね、愛の実力のユン・セリさん、ソン・イェジンさんはやっぱりこうすごいキャリアウーマンで仕事もバリバリしてるので、この眉毛もそのシュッとしてるんですよね。で、今日やったポイントで言ったら、この眉尻をシュッとさせる、それが、まあ、同じ平行眉でもかっこよく見せてくれる眉毛だと思うので、うん、仕事される方だったりとか、はい、まあ、可愛らしく見えすぎる方っていうのはこういう眉毛した方がいいって感じだよな。はい、はい、いいと思います。おすすめです。なので、まあ、韓国人、ね、メイクをやられる方も結構多いかなと思うんですけど、うまくいかない方、多分眉毛結構かなり重要だと思いますので、ぜひこのシュッとした感じ、はい、シュッとした平行眉、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、じゃあこの動画が良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。